大谷翔平が叶えられなかったこと。小学1年生の大谷翔平のアンケート。名前、大谷翔平。児童センターで楽しかったことは何ですか？クリスマス会。大好きな遊び、スポーツは何ですか？野球。よく見るテレビ番組は何ですか？ワンピース。どんな大人の人になりたいですか？普通の人。あなたの夢は何ですか？野球の選手。彼だって俺たちと変わらないんだな。この小さいカービィの落書きが大好きだ。 A、 どんな大人になりたいですか？ Q、 普通の人。ここは夢かなわずだな翔平。大谷でもできないことはあるんだね。おお、すまない。正解は野球の神。ついに大谷にもできないことが分かった。彼だって完璧じゃないんだ。ああ、君は確かに野球選手になったよ。自分も18年前からずっとワンピースファンの28歳だ。俺の人生とは対照的すぎるけどな。6歳の翔平でも俺よりカービィの絵がうまいんだが、かっこ笑い。大谷翔平みたいな普通の人になれたらどんなにいいことか。大谷にとっては投打両方やるのは普通なんだろう。